新しいお客さんもね、今若い方も来ていただけるんですけど、以前に37年頃から始めたお客さんが今また思い出しておいでになっていただけます。ひょっとしたらこのお店もないんじゃないかなと思ってね、心配していらしてくださるんですけど、あ、お店ここありました言うてね、奥様はお元気で嬉しいわ言って、この間もね、泣いて喜んでいただけた方が 2,3 人あるんですの。皆さんお子さんをねお育てになってもね、よそへお嫁に行ったりねされて、もうご夫婦二人になってからね、で寂しいからまた編み物始めました言うてね、で探してきてくださいました方が何人かこの頃いらっしゃいます。我々小さい頃ね、遊び道具というのが、例えば学校から小学校を帰ってくる、もう家帰っても売り場だけですからね、さあどこで遊ぼうかなというと、やっぱり錦通りのですね、そういうところバッタ取ったり、あるいは学校で相撲をしたり竹登りしたり、まあいろんなことをしたんですね。ただお菓子はというと、お菓子屋さんはね、一文屋といって、まあ何でも屋とか一文屋といって、まあ小さなですね、変わり玉、こういうですね、豆の集め、こう舐めてると色がどんどん出て変わり玉とかですね、あるいは今では汚いと言われるけど寒天がですねなってて紙札があって、そこの紙札をこう取る、小さなの取ると中に丸があるともう一個もらえるとかね、そういうものとか、あるいはこうまあガラスの棒でできたんですけどね、こう中にはこう入ってて、こうやって日記といって、日記の味で感じるとするとですね、こう美味しい味がするとか、まあそんなようなことから、あとかりんとうとかね、そういうようなもの、それからまあ町でこう遊べるものは紙芝居、それからあとですね、ご飯粒をですねパーンとしてこうやって固まって、こう甘みがついてね、砂糖と米粒持っていくとポンとやってくれて、それを食べるとかね、そういうようなですね、こう遊びとですね、こう例えば我々のおやつがそういう風なんですね。まあ小学生の頃一番思い出というのは、私の住んでる家に、占領軍というのが、日本語で言うと進駐軍と昔言ったんですが、アメリカのその兵隊さんがその接収と言って、分からんな、要はアメリカの兵隊さんが住んでおりまして、その人たちの子供たちがチョコレートだとかチューインガムをたくさんとかよく食べておったのを、その頃の日本人はなかなかそういうものがなくて、そのアメリカ人の子供たちにチョコレートもらって食べたのは記憶に残っておって、やはりアメリカという国はすごい国だなと、やっぱりそれに比べて日本が貧乏だなということを子供の頃思ったんですけども、今になると、まあ日本とアメリカとあまり生活水準が変わらないから、まあ日本が成長したのかなというふうに思うのが最近ですね。結局ね、豊かになりすぎちゃったから、昔は貧乏はみんな貧乏だからね、そうすると例えば煮物を作るとするがね、だったら煮物を作るとするがね、そう余るがね、そうこれをおすそ分けでみんな持ってって、隣同士とか近所が仲良くなるね。今は豊かだもんだから、これをおすそ分けで持ってっても食べたくないもんだから、いらんとこになるわけだ。これだけ物資がもう情けない話だけど豊かになりすぎちゃって、だって昔は日本人でもそうだけど、銭湯ってあるわね、銭湯とお風呂屋さん、その例えば何々しか出して風呂屋入る、そこでまた世間話をした。今は自分たちに豊かないと風呂があるもんだから、そんなこと話もしなくてもいいじゃん。だからうちの子供でいうと、こういうコンピューターがあれば済んでしまうとか、と我々でいうとテレビがあれば済んでしまう。昔はテレビがなかったから、ならそこで、まあ、例えば夏だったら将棋でも外でやって、みんなちょっと将棋でもやろうかとか、で麻雀でもやろうかという、要するに会話があったわけだ。それが今はだんだんなくなりつつあるというか、なくなってきつつあるね。なので特に今言われた若い子が話さなくても、会社終わってしまったら、あと友達はコンピューターがあるもんだから、よーいどんで、今学校の小さな子でもゲームがあるから、もう遊ばなくても家に帰ってゲームやればそれで済んでしまう時代になっちゃったから、まあ、コミュニケーションはだんだんなくなってくるだろうね。まあ、豊かな生活か貧しい生活かよく分からんけども、まあ、そういう時代だね。おじいさんやおばあさんも一緒に住めるような、ほんであれ一緒に食事をするんか、一緒のこうあがったね、
あれはね、僕は本当にいいなと。子供だけでなし、若いもんだけで掘ってってはいかん。やっぱり老人と一緒に生活して、今までの伝統とかさ、考え方いうもんを知ってもらわんと、今の子たちはそのどういうかな、いわゆるマンションの一室で個々にね、バラバラに各人個人個人になっちゃってるから、非常に考え方がね、そのどういうかな、ちっこいと言ったらいかんけど、おばあさんの知恵、おじいさんの知恵がなくて、それにね、その暴力一つにしても、おじいさんやおばあさんようによう殴られたわ。そういうこともね、親子の段階でやる言うと虐待みたいになっちゃって、今のは